CE マーク、CE マークは商品がすべての EU 加盟国の基準を満たすものにつけられる基準適合マーク。表示することを CE マーキングという EU の法律で定められた安全性能基準を満たすことで製品上に CE マークを表示することができる。1993年にスタートしたこの制度は法的枠組みを改善しながら現行されている。 制度であり、CE マーキングを行っている製品は EU 加盟国27カ国、FTA 加盟国4カ国の合わせて31カ国で自由流通することが可能である。2020年1月31日、イギリスが EU を離脱したため、現在の EU 加盟国は27カ国。CE マーキングを行うためには、製品ごとに該当する EU 法令を調査、確認し、 製品に該当する EU 指令に適合していることを証明していく必要がある。例えば、製品が電気を伴う産業機械であった場合、機械指令、EMC 指令を満たすことが必要となる。また、製品が AC50V1000V、DC75V から 1500V で動作する電子機器の場合は、低電圧指令に該当する。このように製品ごとに、 該当する EU 指令を確認し、該当する指令要求をすべて満たして、初めて CE マーキングを行うことができる。CE マーキングへの適合証明は、第三者機関が適合性評価手続きに関与したかどうかに関わらず、製造者が全責任を負うものになる。CE マークの目的は以下の3点とされる。当初はヨーロッパにおける必須要求事項の大半は、 製品の安全性を示すものだったが、徐々に環境性能基準への適合を示す場合も増えている。認証対象品としては、医療機器、産業機械、機器、低電圧機器、軽量機などの産業用製品から、玩具、パソコン、携帯電話、照明器具、ぬいぐるみ、食品などの消費者用製品に至り、それぞれ必須要求事項が定められている。e a やトルコ。 スイスで販売する際には取得が必要となる。EU 本部は事業者が商品を輸入する場合や輸入した機械を導入する場合などにおいて CE マークが信頼の証となると捉えている。この基準は欧州の既存各国での基準の調和の象徴である。公式には CE という単語自体には特に意味もなく何の略語でもないとされているが、 フランス語のコミュノーテロッピンやカン光アマティロッピンに由来していると思われる。規定の全商品はマークを付けなければならず、CE マーク使用の許可には商品が所定の基準を満たしているという証拠の文書化が必要となる。外部の検査機関などで評価、文書化を行う場合もあるが、一般的には企業が独自に行う。CE マークを必要とする国は主に EU 諸国で、 あるが、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインなどのヨーロッパ自由貿易体を含む、ヨーロッパ経済体や EU、エフタの両方に属さないトルコでも、必要となる。マークは、アーサーアイセンメンジャーのデザインによるものである。CE マーキングの適合対策の手続きは、オウムネイカの作業に大別される。寸詰まりの CE マークが、チャイナエクスポートの略だという説が存在する。 ちなみに画像はサウンドブラスター O32CE マークや FCC マークがデザイナーによってデザインされてしまう例が多い。ちなみに画像は i p h o n e を c c e マークに非常に類似したロゴが一部の中国メーカーの製品に付けられており、それはチャイナエクスポートの意味であるという説が存在する。年の欧州議会で本件が取り上げられたが欧州委員会は チャイニーズエクスポートなるマークの存在は確認されていないと回答した。また、欧州委員会は基準を満たさない製品に CE マークが不適切につけられている問題と CE 基準を満たしているか否かに関わらず正しくない形状の CE マークがついた製品が存在する問題は認識しているが正式なマークとは無関係であるとも回答した。欧州委員会は CE マークを各事業者が共通で利用できる商標として取り決めた際、ヨーロッパの放棄を守るように中国当局とも協議を行ったと主張している。ありがとうございます。